バブルピーポー。どうも、おはこんばんにちは、まへじです。今回はね、こちらのバブルピーポーというゲームをやっていきたいと思います。はい。なんかね、クリックして人だったりとか、なんか物だったりとかを、なんかプチプチしていきましょうみたいな感じのゲームなのかな。クリックアドベンチャーゲームと書いてありましたね。はい。では早速やっていきましょう。なんか音楽が物悲しげだね。何これ?あ、はい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 。長押しね。オッケーオッケー。はい。どんな感じなんだ?でもなんか絵柄がすごい好きなんだよね。なんか、こういうさ、ブランド?なんて言ったらいいんだろう?なんかあるよね。何これ?あ、一個ずつ、プチプチ。はいはい。あ、耳?なんだ?耳と、なんか台風とびっくりマーク?なんでしょう?なになにこれ?脳みそ?吹き出し?また台風?これ目かな?どうしたの?なんか、混乱してるのかな?これは主人公?なんだこれは?え?あ、消えた。なんだ、たまたま消えただけか、これは。あ、消せた。なんだ、電気を消しましょうだったのかな?はいはいはい。目、閉じて。眠るよってことかな?朝日が来るまで、太陽が昇るまで。目、閉じて、開けて、ウインクして、にっこり。恥ずかしい。あ、なにこれ?水晶玉みたいな。なになになに?ちょっと待って。急な方向転換で何が何やらなんだけど。目、開け、閉じて、開けて。あ、なに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 ?耳と、なんだろうこれ。ちょっと待って。なんだ?ぐるぐるしちゃってるね。なんかあんま疲れちゃってるのかな?休めてないのかな?なんだ?なんかでもね、プチプチできそうなやつはなんか赤枠で囲われてるっぽかったんだよね。あ、なんか潰せた。なんだろう。あ、スピーカー?スピーカーを消して静かにしてくれってことか。はい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 。ちょっと音に敏感な方なのかな?あ、こっちにもいる。あ、で、このゲージ分貯めればいいのかな?待って。あとなんかどっかスピーカーあるかな?なんだ?あるか?あ、いた。待って。音符マーク、音符マーク。あ、いた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 。ここにもいた。あ、ここにいた。あとどこだ?音符?あ、いた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 。あ、いた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 。あとどこだ?あ、いた。楽しいこれ。あ、ここにもいた。あともうちょっと。え?あ、あれなんかここさっきもなかったっけ?なかったか。あとは?音符マーク、音符マーク。どこだ?ん?あ、いた。お、これでいいんじゃない?はいはい。キラキラ。まだ寝るの?起きんの?この文字が何を表現、あ、なんか青い人いる。なになに?どうなった?心臓?にっこりハート?ドキドキして嬉しいみたいな?なんだ?何なんだ?時間、ハート、ナイキ?チェック?なんだこれ。次は何を潰していくんだ?目と心、ハート、ハート、ハート。ドキドキドキ。バッチリ。え?左見て。右見て、左見て、右見て、まっすぐ見て。わかんない。わかんないよ。これが何を伝えているのかが全くわからん。これ何?めちゃくちゃ強い Wi-Fi? これ吹き出しの中に脳みそ?台風、目回っちゃった人と、これなんだろう?めっちゃ怒ってる?めっちゃ怒りマーク?
わからん。これは、あ、水？なにこれ？これなんだ？水をきれいにするやつかな。多分。あの、池とかのさ、水をきれいにするやつとか。音が苦手なのかね、多分。さっきからスピーカーとか。浄水器とかも音がでかいのかな？うんうん。すんごい量の人。こんなに人気な公園あるっていうぐらい人いるね。ここでもゆっくりできないんじゃない？そしたら。ね、静かに。なんだこれ。え？ピヨピヨもダメってこと？うわ、しかも一気に潰せた。潰せたって言っちゃったらダメか。ピヨピヨもうるさいよってことなのかな？これはちょっと心苦しいですけどね。これも消せる。もはや何？これ何？花もダメなの？あとは？え、すっごい鳥いる。このアヒルちゃんたちみたいな子が。しかも目の前にめっちゃいたわ。あとは？あと、あ、これか。あとどこだ？スピーカー、ああ、こっちか。あとは、あ、ここにもいる。なんか間違い探しって、あの、ウォーリーを探せとかみたいな感じだね。どちらかというと。まあ、ミッケとかか。ミッケね、懐かしいね。ウォーリーを探せも好きだったんだけどさ、ミッケがめちゃくちゃに好きで、ずっと見てた図書室とかで。待って、マジで、あ、これもな。これもはや何？カエル？ここにもいるな。いるな。こう探すといるな。スピーカー探しちゃってたわ。あとどこだ？あ、いた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 。あと、どこ？あ、いるいる、まだいる。え？あ、また？おー、隠れてたんですね。はい。これマジむずい。目と心臓と耳と Wi-Fi と右、左、右、左、歩くってことかな？にっこり、ハート、目、にっこり。むず！これあれなのかな？海外の方とかが作ったとかで、なんかわかりやすい絵文字の表記とかなのかな？本当だったら。はい。実績解除、いいと思う。いいねですね。いいねいただきました。わ、電車。恐ろしい。最強線。乗ったことないけど、混んでるとき。なにこれ？なにこれ？え？なんだ？電話。あー、電車内で喋ってる人とかもいんのかな？うんうん。それちょっとやだね。あ、めっちゃ強い Wi-Fi と耳と、怒りマークと。なんだ？あ、人消してる。うるさい人消してってる。あと、どれが消せる人かちょっと、カーソル当てないとわかんないな、多分。もっといい探し方があるのかもしれないけど。あ、綺麗になった。うるさい人たちがいなくなったんですね。にっこり。消えてにっこりってこと？静かにせえ。まあ、電車内はね、静かにしないとダメですね。あ、目玉の親父がいる。心臓？なんだこれは？なんか、新しいタイプの目だね、これ。こっちだよね、なんか最初からあった目って。目じゃないのか、あれ。なにこれ？顔のついた袋みたいな。なにこれ？あ、人消してる。あ、車消してる。え？ちょっとインク飛び散ってる。なんてこと。鳥もだ。なんて無慈悲な。鳥はいいんじゃないかと思ってしまうけど、ダメなのかな。あとは？ここからここの鳥が許せなかったの。え？窓閉めたらいいんじゃないかと思うけど、そういうわけでもきっとないんでしょうね。あ、ここら辺はちょっとね、うるさそうですね。ピヨピヨと。確かに。換気扇とかね。確かに。わかんないけど、なんかうるさいところはうるさいのかな？ゴーっつって言ってね。このチビ鳥たちもね。
そんな、でもなんか鳥ってさ、なんか集まり出すとなんかとんでもなく大変なんでしょ、あれって。何？なんか街でさ、鳥を駆除じゃないけど追い出したいのにさ、また戻ってきてたりとかさ、して、でなんか木とかも、なんか木の上とかにも何十羽とか何百羽とかがいて、結構騒音として本当にすごいらしいね。それ考えたらちょっとそこまでいられたら困っちゃうけどね。ちょっとごめんなさい、ミスった。右クリックがメニューみたいなんだよね。お、どうなんだろう、これか、違うか、こっちか。あ、鳥がいなくなったら換気扇も消せますよと。はいはいはい。あとなんだろう。え、マジでなんだ、あと。あとでもなんか一個だよね、絶対。鳥一個とかだよね。あ、ここじゃん。いたいた。心臓が暴く、大丈夫、静かになってってるけど。ピーのやつじゃん。ダメだよ。なんで笑ってんの？笑えない、人体実験。え、どういうこと？目と人と。人。人混みなぁ。もう一も苦手なんだよなぁ、人混み。そうそうしちゃう、すごい。これは？なんだ、博物館？展覧会みたいな感じなのかな？あとは？まあ、でもなんかみんなからしたらさ、なんで音を消すのって思う人もいそうだよね。こう、静かな、めっちゃ消せる、全員消せちゃうんじゃない、これ。これはちょっと楽しいなぁ。え？全員？しかもこの色がさ、なんかおしゃれだよね。いい色合い。なんかちょっと淡い感じで。かわいい色合い。なにこれ？楽しい、急に。プチ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 。一人でさ、ゆっくり見て回るのも良さそうだよね。楽しそう。お？あとは？スピーカーか？あとなんか一個か？違うよね。本人だもんね。あ、これか？おほう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 。ニコニコしてんのかな？よくわからないけど、楽しいよってこと？カオスフリーダム。うん、カオスでしたね。でも床綺麗な色になったからいいんじゃないかな。あ、これなんかの、イカゲームみたいなやつの、あれかな？目と、人と、これがいつか理解できる時が来るのだろうか、言ってることが。これ楽しい。めっちゃプチ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 。楽しい。車。車も進めないやんってぐらいいるもんね。敷き詰まってる。こんなに。車はなんかちょっと濁った色だね。排気ガスとか表してんのかな。これは、すごいなんか、あれだね。十字路、スクランブルエッグじゃなくて、スクランブル交差点みたいな形とはまた違う感じのあれなんだね。銀座とかにあるよね、こういう。なんか、おっきいさ、十字路じゃない。なんか、こういうやつ。なんかちょっと前に見た気がするな。めちゃくちゃ久しぶりに行ったら、用事があって。道路さ、普通に、なんていうの？信号が止まってる間とかに車道に人が出て写真撮ってたりとかね。すごいと思って、びっくりしちゃった。気持ちいい、これ。あともうちょっとかな？座ってる人見た。あ、なんだ、ニコニコして。時計？なんだろう。ハートハートハート。3PA 残ってますね。3機残ってますね。あ、なんか青色になった文字が。なんか、口と耳と Wi-Fi と人と、かける？耳？マイナス？笑顔？音が聞こえなくなったらに、笑顔だよっていうことかな。人と喋る音、音声というか、が聞こえてごちゃごちゃしちゃうけど、耳がなくなれば笑顔になるよ、みたいな。人をかける悲しい。あまり人が好きじゃないというか苦手なのかな。あ、めちゃくちゃ人。
開いて閉じて怒りマーク。ふん。わかりません、役。あ、この、このさ、伸ばし棒みたいなのってさ、なんか昔流行ってなかった？あの、文字の後のさ、会話の中の伸ばし棒みたいな。もう今のことかわかんないかもね。なんか流行ってた気がする。そーっと。うんうん。あ、吹き出し？爆発して？ハートが割れた？どういうこと？あ、これお友達なのかな？あ、青色の方がその人が喋ってるっていうか伝えたい言葉とかなのかな？わ、めっちゃいる。口閉じて開いて。これはでも、なんか視界が狭いね。何？なんか無限みたいなのが起こってきてる？無限って、なんか吹き出しの、あ、すごいなんか、あ、びっくりした。人か。吹き出しが消せんのかと思った。あ、なんか吹き出し大きくなった？なんだなんだなんだ。これお友達なのかな？こんなことやめろみたいな感じなのかな？あ、なに？なんか取れた。なんかこっちも考えてるのかな？なんか考えてるね。伝えたい言葉があるけどみたいな感じなのかな？あ、吹き出し、あ、え、あ、え、あ、あ、これはなんだ？これも消せるんだ。あ、ほほ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 。あ、でもこれは増えないんだ。やっぱ人の方をプチプチしていかないとダメなんだね。でも、相手の思考も奪えるってことだよね。これも？あ、うわ、なんだ。なんかこのさ、心拍数がピーになっちゃうの何なんだろう。眠っちゃう？ってこと？これ何？マジで。怒りマークではない。怒りマーク2個となんか。その仲間たちみたいな感じっぽいけど。違うよね、絶対。多分何か正しい表現方法があるんだよね。うん、うん。この無限って何なんだろう。ずーっと怒ってんのかな。ああ、怒る前に話を聞いてあげてほしいですが、聞いてもダメだったってことなのかな。ああ、もう、ピーなっちゃってるじゃん。いい、長い。悲しい。眠っちゃうの？あ、ハート割れちゃった。ハートめっちゃ割れてんじゃん。ハートいくつ持ってんの、あんた。バツ？バツ？わからん。え？友達みたいな子も消しちゃった、ついに。これ朝が来たら、またなんか最初の方もね、あったね。うわ。ヒロ。何？すごい、急に。え？センチメンタル。なんだこれは。びっくりした。PE のやつですね、これは。歩いてる歩いてる。悲しいのかな？目と手と。なんか悲しいことがあったっぽそうな。何？電球？お手玉？お手玉じゃない。なんだっけ？お手玉じゃなくて、煮卵じゃなくて、けん玉？わかんない。この言葉が一切ない感じがね、お、何ですかこれは？タイミング合わせる音ゲーみたいな感じですか？すご、なんかあれだね。消せない。何か感じることがあるんでしょうね、この方には。まあ、人を消したいとか、車を消したいとか、なんか音なのかなと思ったけど。なんかこのお花みたいなのも許せないのかな。そんな？なんか、視界に入るものとかが嫌なのかな。音、視界、まあ、すべての感覚的なものだったりとか、なのかね。こう気になっちゃうのかな？視界、聴覚、嗅覚、あとなんだろう、味覚とか、まあ、味覚はね、あ、わかんないけど、そんな感じなのかな？お花
お花マジでわからん。匂いなのかな。まあ、お花の匂いってあるもんね。そういうこと？ちょっと誰か教えて。マジでわからん。繊細すぎてわからん。あ、気づかなかった。なんかこの絵が可愛いよね。絵で一目惚れしたもん、これ。可愛らしい。棒人形とかこういう系の好きなんよな。それこそヒューマンホールフラットとかも好きだし。なんかユニクロとかにもさ、なんかいない？こういうキャラクターの。お、人が座ってる。あ、なんか最後に、お花が、え？潰しちゃうの？西へ一直線。はい。西だったんですね、向かってる方角が。巻き戻し？リロードと？あ、虫眼鏡ね。これ、うののスキップじゃん。あ、吹き出し脳みそ。あ、なんか空白があって。空白が伸びて。何か言葉にできない何かがあったのかな？目と？何何？あ、カラフルなお花が囲まれましたね。え？あれ？なんか色が白黒になってる。なんで？カラフルだったじゃない。色がちっちゃってってる。さっきのとこ。え？お花？ああ、全部また白黒になっちゃった。白黒もいいですけどね。モノクロ、おしゃれじゃないですか。なんかさ、この色？散ってる方の色？あれっぽくないのかな？絵の具の、筆についた絵の具を水で洗うときの滲んで出てきた色って感じじゃない？なんかこの感じ。絵の具とか懐かしすぎるな。あんま好きじゃなかったんだよな。なんか絵の具で塗るの難しすぎて。増えてでしたね。よいしょ、あともうちょっと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。完了。お、さっきの展覧会みたいなとこかな？ここも、さっきまでさ、通ってきたところ全部なんかお花になって、それを全部消してくんだね。お花も好きじゃないの？お花。なんか、昔ってさ、小学生の時とかってさ、なんか謎にアジサイとか育ててなかった？なんか夏休みの宿題っていうかなんか持って帰ってくださいみたいな。なんかあった気がするんだよな。昔ながらっぽいよね。なんか僕夏に出てくる本当にあんな感じのアジサイ。アジサイ？なんか育てるみたいな。なんかあった気がする。あとなんかミニトマトみたいなのもなんかさ、育てましょうみたいなのがあってさ。で多分あれも夏休みとかで持ち帰りだったのかな？だった時にさ、めんどくさいなーと思って。毎日毎日水やりやるの大変だなーと思ってたらさ、なんか、もへじのパパがさ、なんか、楽しくなっちゃったのかわかんないけど、代わりにやってくれてた。で、なんか、それで、なんか収穫できるのとかが良かったのか、新しいミニトマトの種も買ってきてた。かわいいよね。楽しくなっちゃった。あ、そ、乗っちゃダメですよ、そこは。きっと。あまり乗ったら、ね、良くないところだとは思いますが。まあ、夢の世界ということでね、いいことにしましょう。あ、ここはこれだけなんだ。はいはいはい。なんかさ、ゲームの電車の中の描写、好きなんだよね。なんかワクワクしない？見てて。なんかわかんないけど、ワクワクしちゃうんだよな。電車。なんか、新幹線とか乗りたいな。よくアニメとかであるさ、海辺走る電車みたいな。あんなに多分人生で一回ぐらいしか乗ったことないんだけど、ああいう系の。ああいうの乗ってみたい。で、窓辺にさ、海見ながら座って、テンション上がりたい。駅弁食べたい。駅弁あんま食べたことないから、ちょっと、なんかたまにさ、新幹線乗ることになって帰るとかなるとさ、異常にテンション上がって全然決まらないんだよね。何があれって一番いいんだろう。おすすめの
駅弁とかあるかな、みんな。あったら教えてほしいな。なかなかね、ずっとね、コロナとかで遠出とかできなかったけど、最近また緩和されてきたからね、旅行も行きたいなと思いますね。駅弁とさ、お酒とか飲んでさ、ビールとか片手に駅弁食べて。でもね、寝ちゃうんだよな、ちょっと。行きはいいんだけど、帰りとかね、寝ちゃうな。せっかく景色がね、綺麗なとことかだったら見た方がいいよね、絶対外は。これもなのかな？違うか。あとなんだ？どこだ？え？どこ？あと何が、なんか、マウスの反応が悪いな。え？あとなんだ？あとなんだろう？どこだ？お花はもう、あれだもんね。このやつ絶対消せないやつでしょ？え？あ、これか。おー。見つけんのむず。楽しい、でも。お花。よいしょ。なんかこれ多分早すぎてもダメなんだよね。通り過ぎるのが。難しい。よいしょ。よいしょ。はい。よし。お、次のやつに進むのかな？ハート。実績、創作の達人。チューリップ今めちゃくちゃ探しましたからね。これ、家？落ちるよ？宇宙に？大変じゃん、それは。これマジわからんな、目のあれが。しかもこれは、一つの目で、何か一個を表現してるのか、二つの目で、両目を表現してるのかにもよるじゃん。両目表現したら結構やばいよね。見てる方向違う感じのね。あ、ミスったまた。すいません。これか？ちょっと待って。何これ？何？なんだこれ？なんか、水色の、お友達？これもしかして。違うよね。さすがにね。から散らばってった。さっきの描写のやつじゃん。家から落ちるよって。じゃあ木星みたいなとこ行っちゃうんじゃない、これ。やばい、大丈夫。呼吸できてる？矢印、何？地球を壊せちゃうの？全然多分笑う描写じゃないよね。すいません。落ちてってる。なんか今解き放たれたのかな？いろんなこう、気になっちゃうものとかから。しかも見て、矢印のカーソル？もう一緒に回ってってんだけど。すごい。今までの潰してきた人たち？これもしかして。何これ？あ、さっきの球体？水晶玉みたいな？あ、さっきのお友達と、本人主人公か。宇宙空間。はぁ！あ、ザ・エンド。はぁ！なんという世界観。面白い。なんか、ただプチプチしていくだけのゲームなのかと思ったらね、なんかこうちゃんと多分世界観があって、ちょっと読み取るのがね、ちょっとできないところが多々ありましたが、ね、これまた、ちょっといろんな人のね、レビュー見てみたりとかさ、あとは、ね、またちょっと2回目やってみたら、わかることとかもありそうですね。なんだろう。何も考えずにプチプチできるで始めちゃったから。ちょっと脳みそ追いつかなかったですが、絵もね、可愛くてね。なんか、主人公が何か抱えているんでしょうね、きっとね。はぁ、あ。
面白かった。はい、ご視聴いただきありがとうございました。いやー面白かったな。ちょっとねこのプチプチ今家にあるからあれもやろうかな。はい、じゃあ今回はここら辺にしておきます。はい、それじゃあねー。